なんでもうできるの？するかしないかみたいな。リンゴジュースですか？はい、リンゴジュースお願いします。ビール飲みたいですね。今日はイカ流漬け耳。え、耳であれば、サバ。サバは食べません。エビは？エビ。サバは入れません。エビの尻尾が刺さった。サバ？ちょっと、なんちゃん。丼、天丼が出る。これ、これ。いいね、今日めっちゃいいやつ。何やねん。めっちゃいいやつ。うん、高いお茶？何の匂いやろ。茶碗蒸し誰かいる？いる。茶碗蒸し気がするわ。今日って言われたらいつもみたいな。やめてくれ。別にいつも何でも私いつも思うねんけどさ、漬けさんは変な匂いしない。いや俺は自分で汗臭いな。その言い方さ、リュウちゃんはするやで。リュウちゃんちなみに今日汗臭い。汗かいたんも天丼にしたん？天丼いる。もうあれちゃん、T シャツにさ、染みついたんちゃう？いや、今日はな、もう朝からなんか飛び起きて、急いで学校行って、急いで帰って寝坊したんかい。リュウちゃんの目覚まし、マジ意味なの。起きろ、そろそろ起きろ。あ、サボ来たんです。マジ意味ないんだけど。ありがとう。全然気づいてないもんね。あの、すごいっす。メロディー変えるわ。関係ある。うん、なんか、あー、時間に。メロディーっていうか、でも人的に起こしても起きひんよな。昨日思ったから。何かある？昨日起こした？起こしそうで何回もで普通に喋っとったりでしたら、うーんってこうムクムクっと起きるやん。全然爆睡しとんの。全然気づいてない。すごいな。そう、子供みたいな。今日はね、起きへんの。マジで起きへんの。なんでだろうね。じゃないの。いや俺はここの一家全員起きないって思う。何にもいい。クラ来ると思ってなかったからさ、入れるの持ってきてない。え、カバンにずっと入れとけ。いいよ、全て。昼ご飯の時とかさ、あ、コンビニでパッと食べなきゃいけないとか。家帰ってな、朝の残りのパンを食べようと思って。あ、炙りだからオニオンサーモン。オニオンサーモンいる。炙り豚いるの？天丼頼んだのに。甘ったるまんなくて。赤エビは？あ、いる。何個？シャリ派で1個で。うん、私も注文する。ちょっと待って、これ注文しといて。どういうこと？え、注文するかな。ビール飲みたい。そうね、編集がさ、あ、これ美味しい。あ、イカいいね。いや、大葉の生イカ。いや、いいかも、美味しい。大葉のイカじゃない。そう、大葉のやつが。なんか一回も食べたことないもの食べてみたいな。じゃあ、サバ。無理。イカオクラ。サーモン。イカオクラ。普段何食っとる？だいたい決まっちゃう。あ、お待たせ。ありがとう。これインスタだ。あれ頼んで。うん、コーンの天ぷら。うまっ。あ、マンゴーある。どうしたん今日、マンゴーがある。天ぷらね。また辛いやつは。トウモロコシの唐揚げいる人。もう頼んだ。え、頼んだ。お姉さんも頼んだ。じゃあ、ありがとう。私も頼んだ。ただいま混み合っておる。ただいま混み合っておる。いただきます。頼んだって。うん。漬けの。わかんない。アップにしたらアップやわ。炙りたてがいいよ。これ炙ってた。うまいな。うまっ。ブロッコリーがうまいよ。え、二枚じゃないの。しかも一匹だよ。おむしだ。
あ、ごめんなさい。カツ、カツでちょっと丸か。私、巻き卵食べようかな。喉に優しそう。どういうことや。飲み込め。生ビール飲みたい？味噌汁。これまで来たの。あ、赤いしかない。なんでよ。え、うせやん。赤しあるよ。赤しがあるよ。あ、しかないよ。赤しか。なんかりゅうちゃん。出た。天丼。ごめんね。Thank you。ちんこ巻き好きなの？そっちです。珍しいね。天丼が好き。スプーンを一つお願いします。はい、ありがとうございます。もう絶対うまいこれ、はい、めしる、レポちゃうわ、食レポお願いします。まだ無理天丼ね、うわあ、ネギも今、オニオンサーモン。やばい。ちょ、コミやってきたで。なにこれ。なんかジェラートみたいな。すごい。何それ。わからん。ジェラート。え、マグロなの？多分ね。え？ガン盛り。おー、いいね。美味しすぎ？ありがとう。これが美味しいの、赤エビさん。プリプリなのよ。今日めっちゃ大食いのやつみたいやろ、うん、ここだけ取ったたるわ。誰かの大食い。あ、私ほら、こんなん食べる人おらへん。私が食べよう。普段食わんな。なん、うん、まっ。あ、お姉さんビールはだから今日8時まで頑張るもんな、うん、お肉食べる。はい、最後で。お肉やば、おいしい。うん、なんかいる、うん、いらんの。この大葉がうまいの。うん、イベリコブナめっちゃうまいわ。うまっ。ヒカルがめっちゃ食べよう、珍しい。すごじめ腹減ってて、うん、いいとこに帰ったな、私。3日分ぐらいのカロリー一気に摂取。そうやね。じゃもう3日食べんねん。これうまそう。もう3日食べんねん。何それ。グリーンのユッケ。うん、炙り豚が頼んだ。頼んでない。頼むわ。食べるね、これだ。定番のね。これ。シャリハーブ。4つ。シャリハーブね。あー。これは多分シャリハーブ。ありがとう。シャリ普通にしたの？これはね。シャリハーブ。ことじめめっちゃうまい。私さ、1ヶ月で5キロ痩せるわ。食べながら言うことじゃないんだ。いや、食べへんから今日。え食べてる？いや、少ないやろ。まあまあまあ、ここで宣言しておくわ。今何キロだ？うわけなかろう。でも、分からん。あのお茶飲み出して2キロ痩せて。言わんの分からん。言わへん。35キロの人の5キロってさ、60キロの人。いや、それは見たら分かるやん。でも明日もう5キロ痩せましたって言われても。多分5キロ痩せたら見た目で分かると思う。
でも3キロ痩せたら2キロ痩せたら2キロ痩せたら2キロ痩せたら。だって太ったのもわからんかった。私が5キロ痩せた、50キロからここ2ヶ月ぐらい。わからんやろ、わからんと思う。俺5キロぐらい。だから元が細いから。50キロか45キロに。50キロでも細いもん。スカルの身長で。いや、多分ね、まあ女の人同士は分からない。男はなんか、好意がないと分からない。でも最近、ズケ痩せたなってコメント多いで。いや、分からん。もう自分が好きなのかは。ズケは痩せた。痩せたなって。ズケ痩せた。体重的にはどうか痩せてる。変わってないんだ。ダイエットしてない。ダイエットしてる。何してた最近。めっちゃ痩せとうで。いや、何にもしない。不健康なのか。髪型が違うから。不健康はあるかもしれない。咳込みすぎてこの辺がムキムキって感じが閉まってきたのかもしれない。それはマジで。だって3人とも知ってると思うけど、1週間ぐらい相当咳込んだ。咳込んだ。だからこの辺は今バキバキ。咳で筋肉になるの。咳ってめっちゃカロリー使うはずや。そうなの。え、私くしゃみ使わへん。腹筋使ってんの。ミラなんとか先生より礼儀作法の先生、平林先生、言うとってんけど、ご飯食べるときは目をつぶるんだって。うん、正解やって。うーん、美味しいみたいな。一応開けたときは目をつぶるんだって。なんで。え、それアホズラじゃない。知らん。動画にはできないわ。それが正解っていうことね。やってみる。でもさ、目開いてさ、うまーって言ったら美味しそうじゃん。あの演者的な話。口を開けるとき。わかる。お姉さんがやったらほぐらいの。なんでだろう。なんで眉毛上がる。なんで眉毛上がる。しまった。口開けるから。眉毛別にあがらん。目つむるとき。いや、眉毛あがらん。もうわからん。平林先生、わからん。うん。もう俺、眉毛が上がることわからん。これ、姉ちゃん見てて、俺いろいろ試したな。やってみて。口開けるときに目をつむってみて。口開けるときに。おい、アホ来たぞ。着します。アホみたいに来た。着します。ちょっと1個取って届かん。見に行くだろ。うん。こんな感じ。目を閉じて、じゃ口を開けるときに閉じるの。だからこれ。すごい。まだいいのかどうかってわからん。わからん。うまっ。うまっていう気持ちになる。腹いっぱい。腹式呼吸みたいな難しいの。待って、炙りもう食べたの。バカじゃないの。なんでよ、2個ずつ取られとる。4つあっても2つ取ったり。2個食べたってことやね、今。一口やもんな。どうせこう、こう、こうこうなる。今1本しか入ってないの。米の量的に。あいつ何言っとん。俺4って押したやん。6皿しか食ってないよね。お腹いっぱい。お腹いっぱい。ちげえよ。どんどん。チョコどんがある。あぶね。逆に騙されてるから。あれおやつ。置いときよ。入れるやん。なんかダイエットしてる人みたいになっとるやん。ダイエットしないの。こいつどんぶり食ってる。バニーやつ。3回目で待ってる。この前来た時さ、サンリオ当たってないやろ。なあ当たっとるで。嘘、景品が映ってなかったよ。見たかったよ、私。いや、当たっとる。当たってるじゃん。
サンリオコラボやろ、今。そうみたいな。うなとん？いらん、それ、いらん、それ、いらん。明るくせんだ。ミルキーシューとさ、ミルクシューはどう違うの？100円違うの？ミルキーはミルキー。ミルクレープ。富士屋のミルキー。あったらー、あったらー。え？あと。あかんやん。あと9。あ、当たる当たる。じゃあミルキー臭。マンゴー頼んだ。はい、あ、女の子立っとったから当たるわ。あ、来た、当たった。はい、無理や、これ取ったと、取った。え、こっちに出口ある？サンリオコラボ。今日めっちゃ食ったの。昨日おとといもちゃんと食ったもんだ。半分ぐらいでどうです？あの、食ってるだけ大丈夫。ちょっと開けてもらっていいですか？どうも。なんかな、え、あの、こう振った瞬間に、これ振った瞬間に今調子いいよ。この時が大事やね。この時が今ボートで行くと全然大丈夫。これが、え、サンリオじゃなくない？これがもう、動いてるの。寿司ペット。サンリオコラボじゃなかった。このまで動いてるのか。傘の立てやペットボトルをつけて目印にして、その猫やから私もらっとこ。僕はトイレに行かなしゃあない。ってことになんねん。っていうことで、サンリオコラボは嘘でした。ほら、そんなシナモロールと一緒やん。違うし。今来たで。違うし。冷たい。温かいのこれ。サンリオ終わった？終わったみたいな。サンリオの間、怖かったってこと？一回だけ来た。なんか猫みたいな。うん、もらった。あ、いらんから大丈夫。なんか冷たいの。ほらいい、冷たいの。冷たいよ、アイスやで。てか、前歯がアリバやから怖いんです。もうちょっとやな。うん、今月だ。シュークリームなんでめっちゃチビチビ食っとんなと思って。なんなの、もうちょっとで前歯が前歯になるぜ。インプラント？うん、セラミック。なんか違う。インプラントは骨を作るやん、歯の。かぶせかけて、うん、だから元の歯が削っとうから、うん、針歯のとこ浮いとうから、深深みになったら痛い、現実に。だから怖い。やった、マンゴーがあった。めっちゃ久しぶり、マンゴーずっとなかったんだよ、うん、ミルキー、ミルキーの味どうした？ムキムキムキ。マンゴー好きな人にはこの絵はたまらんはず。手、べちょべちょなった。食べやんか、入れるんやんか。
ないやん。せっかく頼んでくれたから、リオカだ。あの、あ、加点した。私、水道しようとしようと。結構でもあれ。うん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 。なんか美味しい。うん。うまい。うん。最近なかったもんなぞって。20分も撮っております。20分の飯テロ動画です。はい、ごちそうさまでした。くら寿司さん。おいしいね。ミルキーみんなも食べてみて。これも。美味しい大学院。うまい。